お姉さん、ちょっと免許証確認させてもらっていいですか。免許証ですか。はい、免許証。お兄さん、それ撮ってないよね。あ、今これカメラ止まってますね、もう。大丈夫ですか、これ。大丈夫です。消してもらっていいですか。完全もう止まってます。お姉さん、こっちでちょっとお話聞かせてください。話しお願いします。こっち速度超過と、あと煽り運転、容疑がかかってるんで。これ知らないですよ、そんなこと。だってお兄さんも一緒にいたんだから分かりますよね。してません、私。知ってました。してません。確実にしてました。なんでそれ任意ですか。いや、任意とかじゃなくて、もう犯しちゃってるんで、罪を。なんで任意とかじゃないです、これは。書類書いてもらったりとかいろいろあるんで、ちょっと今からお話聞かせてもらいますんでね。動画撮っていけ。やばい、都内の運転初めてねんけど。デート動画や、思い出の一つとして。あ、道間違えたなり。マジやらかし。日本の首都である東京はね、約1400万人が住む巨大な都市である。神奈川県、千葉県、埼玉といった周辺地域から都内に通勤する人も多く、昼間の人口はさらに多く、そんな東京は車の交通量も多く、石川県のど田舎から上京してきた俺らにとっては運転がクソ難しいです。そんなさなかドライブをするというオフ動画です。めちゃめちゃ怖いね。初めてやよ。でも頼むからさ、バカみたいな徐行の運転やめてね。60キロ速定のところをさ、わざわざ徐行の20キロ。大丈夫、安心してください。私安全運転なので、私失敗しないので。だいぶミシコかよ。2ヶ月前ぐらいかな、最後に運転したの。ね、やっぱ走ってないと忘れるよね、車の運転って。そうなんて怖いよ。いつも友達とどっか県外の旅行車で行くってなっても、運転させてくれん、みんな。前は危険だからって。俺ら東京に引っ越してきて電車タクシー生活になったわけやん。そんなペーパードライバーが半年ぶりに運転するというブログ動画です、今回。そうです、ゆるいですね、切り裂き動画にしては。そう、田舎だと片側1車線多くて2車線やけど、都内は3車線とかあって。え、どうした、どうした。私なんかした。えこういう感じになるんですよ。え、怖い怖い怖い。ちょ、待って。ねえ、前に本当にそれ。え、なんで右車線だし。クソクソ車。お前バカみたいな運転してるからだよ。いや、ちょ、前ちゃんと右の曲がる車線のとこおったって。いない、絶対いなかったんじゃないの。いたって。いけたやん、今のガチで。だってあこに人いたんだよ。都内は3車線とかあって、知らない道で車が多いからあたふたするんよ。しかも見てや、こう坂になってるから車来るかどうか分かんないんだよ。そうなんですよ。首長くすれば。はほんと怖いよな。見えないんだってば。やばい、冷や汗汗。でもここら辺はまだそんなに都会じゃないから運転しやすいかもしれない。いや、もはや都会だけどね。まあ、結構都会やろ、俺ら田舎もんからしたら。いや、渋谷とか行ってみ、やばいよあれは。車って、あの、お母さんのお腹の中にいるのと一緒だから、すごく眠くなるんだよね、乗り物。意味がわからんわ。男の人って車の中で寝る癖ある人は、お母さんのお腹の中のあれが記憶が強いから、車とか電車とかに乗ると乗り物がお母さんのお腹の中の揺れと同じだから。あ、そういうこと。そう、こいつの変な運転でも。今は単純に太陽光が気持ちよくてあったかくて寝そうになるだけであって、こいつの運転は気持ち悪くなるよ。この道合ってる、この車線おかしくない、どの信号見りゃいいのみたいなこと毎回あるから、東京の運転死にかけるんですよ。わ、スカイツリーだ。本当だ。都内運転するの煽られたぶり。でもあれさ、田舎のところだったからそんなに怖くなかったの。何より、あの、あれは人が怖かったね。これさ、このまますぐ行って大丈夫だよね。いや、怖いってお前、やめてくれよ。違う、わかんなくなるの。あ、こっちが左車線。これ本当に人聞き殺しかねないから、車を持たないんですよ、東京で。え、皆さん事故った歴って正直あるの。ありますよ。あ、やっぱみんなあんのか。え、ある。単独事故ならあるわ。台車の耳をぶち壊し、ミラーぶちかーん。でもそう考えたら俺、おかま掘ったよ。え、エアバッグなぜか出なかったけど、ぐじゃぐじゃになった前。福島の山道でさ、バカみたいにスピードを出してたらさ、滑ってフィギュアスケートになっちゃって、そのまま電柱柱にバーンっていって。危ない。危ないでしょ。前はスピード違反で1回捕まったことある。え、でも全然スピード出してなかったし、いつも警察貼ってないし。お前、1人から気をつけろよ、普通に。気をつけたよ、本当に。いや、気をつけた。ねえ、なんでこの真ん中走ってんの、点々点の真ん中。え、違う違う違う、今点々点なかったやん、そこ。わざと、こっからわざと言ってあげただけ。でもさ、都会で車高行くやつってかわいそうよな。路上デビュー都会でするわけやん。最悪だね。絶対車高行きたくないわ、俺都内の。やっぱ墨田区下町やから運転しやすいな、まだ、うん。自分はクリスマス予定ないの。何もない、本当に。ガチで。え、ある？ないです。お前最近彼氏と別れたわけやん、遠距離恋愛しとった北海道の彼氏と。その彼氏が新しいもんなもうって、クリスマス予定作っとったらどうする？そういう人間なんや、さよなら。え、別に良くない、それだって結婚してるわけでもないしさ。あ、まあ、全然いいと思うけど。好きな人。あ、そんなにすぐできるんや、すごいね。ってことはさ、その前からさ、あの、浮気してたってこと確定だよな。
そういうことでしょ。そんなにすぐホイホイ彼氏彼女作るようなやつやったんやって思う。もっと冷めちゃうよね。この兄弟2人はさ付き合える、うん、何がどういうこと。えあ、じゃあお互いが他人やったらってこと。他人やったら付き合える2人は。俺は無理。あ、ハッピーアイスクリーム。ハッピーアイスクリーム何なの。ハッピーアイスクリームと触ってみましか知らないおい、一時でちゃんとしろよ。分かってろて。はい、じゃあ、窓も開けるよ。なんで車高やん。どういうこと。音聞かんねんね。はい、オッケー、進む。あ、ダメやん。え、あ、お前怖いわよ。お前今電車来たやん。今めっちゃ冷や汗か出た。お前普通に踏切降りたじゃん。お前こっち行こうとしたぞ。お前危ねえ。じゃあでもね、真ん中に入ったとしても押すことができるから出られるんだよ。あ、そうだよ。そう、こうなったら多分こう開くんだ。そう、めっちゃ自転車多いな、ここらへん。じゃあこういうさ、年寄りとかさ、チャリ乗ったらバタって倒れてきそうやからさ、怖いよな。俺のお母さんの友達、チャリでぶっ倒れてきた人引いて殺しとるやんダメやって。そういうダメやって。あの、正味本当にクリスマス何する。何しようか。二人で遊ぶ。え、いいね、サウナみたいな。ちょっと、いやいやわ、なんで兄弟遊ばんないに。気持ち悪い。ほんまに気にしないと思われるわえ、別に良くない。え、それな、だってお互い予定ないんやんの。いや、義理の妹とか義理の兄やったらいいよ。なんで義理の妹。え、なんで血が繋がってないやったらいいけど、腹違いとかやったらいいけど、そら、ほんとの実妹とかやったら気持ち悪いから、ほんとに勘弁してほしいんやけど、俺マジで気持ち悪い。でもうちらが行きたいって思ってるサウナ、絶対カップルで埋め尽くされてるよ、クリスマスの日。結構狭いね、ここね。めっちゃ狭いよ、怖い。前さ、一回電信柱に当てたことあるからさ。マジかよ、俺もあるわ。そうなんだ。パチンコ屋さんであるわ。だよね、うん、やっぱやりかねんのね。俺は普通に縁石に乗せたぐらい。しかもなんか墨田区こういう住宅地みたいなとこ多いんやったな、うん、なんかめちゃくちゃマジ狭いな。マジで無駄に狭いんやったな。マジ狭いね。待て、なんか止められてね。え、マジ待て、おい、なんか止められてるぞ。お前止められてる、これ。待て、うせん、なんか警察おるな。え、警察、待って、警察おる。警察、待って、ピーピーピーってなる。ちょっと扉開け、扉開け。え、これ開かんの。開け。すいません、お姉さん、免許証の方確認させてもらってもいいですか。どうしました。何やったんすか。いや、なんかスピード違反してるって。ちょっとは煽り運転とか、なんかあのさ、でもさ、運転が荒かったみたいなんですけど、なんかどういうこと。誰かこの辺りはちょっと。え、ないです。いや、でもこっちでね、連絡来てるからね。あの、後ろの方で、あの、他の警察官がね、しっかり見てるんで。覆面ってこと。煽り運転してたとかね。うん、連絡来てるんで、こっちにも。ちゃんと。え、今煽り運転してたんですか、こいつが。そうですね。通報あったみたいな感じですか。そう、他の所轄のね。してない。でも、うん、お前さ、そもそも40キロのところ20キロとかバカみたいな徐行で運転してるから、余計それでさ、スピード違反の心当たりあるってことですね。な、ない。え、あ、俺行けなくて。見せなきゃいけない、もしかしたら。じゃ、免許証出して。免許証は、はい、一応確認させていただいていいですか。なんでさ、捕まるようなことやってんの、マイ。え、今日の運転みんな見てたよ。危なかったよ、でも。危なくないよ。安全免許証見せろ。こういうこと多いんです結構。いや、ないです。私そんな煽り運転とかしたことないです。ちょっとね、紹介してきますね。いや、煽り運転と速度超過の方で引っかかってるみたいなんでね、端っこを寄せてもらってもいいですか。最悪。いや、でも入るしかないって。前お前逆迷惑になるって。この方も、ね、通行になれるんでね。ちゅうか、前突っ込むじゃん。こちらお願いします。まず最悪。お前たちといるとさ、ろくなことでしかならないの。マジでもう無理。量悪いけど、俺巻き込まれたくないから帰るよ。もしかして結構お金取られる。知らん。警察に払わせろ、そのあいつらのポケットから税金で発見。マジで最悪なんですけど、もうやだ。やってんな。どう、何がしたいんですか。なんか速度が出てたっていうことと、いや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 、想定速度は守って運転してました。そんな嘘つかないよね、おまわりさんは。そうですね、まあ、皆さんそうおっしゃるんですよ。50キロ道路で70キロで走っててもね、いや私50キロで走ってました、みんな言うんです。罰金的なものはある感じ。もちろん、速度超過と。まあいいんじゃね、俺じゃねえし、前の罰金だから。誰、今日ドライブするとか言ったやつ。こいつ、あ、お兄さん、ちょっと撮らないでもらっていいですか。ちょっとカメラの方は、ちょっと。いや、これちょっと思い出、今思い出ブログ撮ってるんで。撮ってるんですか、カメラ。それ撮ってますか。いや、でも思い出として普通に撮ってるっす。こっち映さないで、そっち映して。そっち、我々の方はね、映さないでください。はい、こっちはね、ダメですから。いや、別に肖像権あるんで。あの、一応あのモザイクかけるんで、それでよくないですか。モザイクとかじゃなくて、そういうね、問題じゃないんで、やめてください。前もあったんですよ、こういうの。どういうこと。モザイクかけるって かかってない時あったんで、ちょっと撮らないでもらっていいですか。すいません。あ、分かりました。じゃあちょっと切りますわ。撮んないでもらって。とにかく来てます。ね、来てます。ちょっと降りてきてもらっていいですか。職務質問で、ちょっとあの。え、何職務質問。え、それ任意ですか。違反してるんで、任意とかじゃないですね。まあ前だけ行きな。え、なんで前だけ。だって原因は前だもん。え、おまわりさん、こっちの方がヤバい人間なんで、こっち職務質問した方がいいと思います。ちょちょ、おかしいおかしい。おい、マジで。お姉さんが違反してるんですか、ちゃんと。なんで。しっかりね。意味わかんないんだけど。書類の手続きとかもあるんで。おりん。法定速度もちゃんと守ってたし、煽り運転もした覚えはないし。どこの時に何キロで走んなきゃいけないところをどれぐらいオーバーしたのか。そこの交差点曲がってきたでしょ。はい。はい、そこ曲がる前に
速度超過してたみたいですよ。はぁ、絶対してない、してない、してねえろや。こっちは確認してるから、嘘つくなよ。確認してもらおうか。あ、まあ一回降りてよ。目腐ってるんじゃないですか。でも一回さ、もうバックしてしっかり降りてもらわないと、これ応援呼ぶようになっちゃうけど。大丈夫これ、お姉さん、バックして帰ろう、バックして帰ろう。お姉さん、お姉さん、やだやだやだ、やばいよ。なんで逮捕までありえるからね、これじゃ。いやいやいや、悪いことしてない、関係ないだろ。来ちゃいけなくなっちゃうから、こっちも聞いて、仕事なんで、仕事なんでね。関係ないじゃなくて、速度守ってました。これじゃあ公務執行妨害になりますよ。は、はこれ理不尽すぎるやろ。ね、我々もね、協力してくださいっていう部分でね、お話ししてるんで、現任してるんでね、あのもう確認が取れてるんで、まずはもうあとはもう手続きです。速度何かで測ったんですよね、きっと。測ってます。そう、機械壊れてます。一回そっちを、そっちを見てこいって。壊れてねえんだよ、早く降りろよ。あ、その体でさ、俺らの税金でさ、そうやって使ってるやろ俺らのお金。あなたはどっちなんだよ、男なんか、男なん、女なのかよ。はっきりしようよそこ。ちょっと、ね、ね、あのさ、警察官さん、警察言っていいですか。何言ってんだあんたは。昨日男とデートして。お前さ、余計なこと言うんじゃねえよこの野郎。そんな話はいいんだよ、もうとりあえず降りてくんないと。お仕事だからこっちも時間がね限られてるんで、これ公務の妨害になりますか。本当、何その高級ボディ。こういう違反する方たちのおかげで私たち美味しいご飯食べてますから。食べ過ぎなんだよ。だから高級ボディになっちゃったんでしょ。お姉さんのご職業ちょっと教えてもらってもいいですか。お名前と。高畑真由子、ニート。ニート、動画投稿をしてます。見本にならないといけないんですから、違反しないようにしないと。いやだからしてねって、してね、確認してんだよこっちは。してねっつってんだよ。確認してんだ。なめっちゃ切れるよ。あ、警察官なのにそんな怒鳴っていいんですね。はい、これ全国の人見ましたね。まだ撮ってんのかい。まだ撮ってんのそこ。まだ撮ってんのか。だから、あ、ちょ、今叩いたぞ、奥のあれや。お前バカやろ。限界、限界、限界だ、限界。違う、降りてもらおうか。違う、違う、違う。今のはね、もう完全にやっちゃってますね。公務執行妨害みたいな。一回降りるか。本当に降りますよ、もう本当。絶対ろくなことにならんからね。悪いことしてないって。降りてください。やばっす。してないって。はい、ということで数時間前なのですが、本日ガチドッキリなんです。まさかのドッキリ。演者さんです、こちらは。よろしくお願いします。妹とヘリウムが今回のターゲットです。理不尽な罪を突きつけられて、手錠かけられて逮捕されたら二人はどんな反応するのかという動画です。あなたたち本当の警察じゃないですよね。じゃないです。こんな柄の悪い警察います。頭がパチンコ玉みたいですよ。胸大きいですよ。おっぱむじゃねえよ。あ、おっぱむじゃねえよ。あいつら知能数低いので、これが本物の警察だと思い込むわけです。そら企画レッツゴー。公務執行妨害だね。俺ここペチってやっただけですよ、暴力じゃない。速度超過と煽り運転の証拠なんてあるんですか。ありますよ、もちろんあります。どこに出せよ、出せよお前ら。それはおまわりさんの目です。お前らの目が合ってるかどうかなんて分かんないんだよ。根拠もないくせ言ってんじゃねえよ。おまわりさんね、長年やってきてるんだけどね、あなたやりそうなんだよ。は、顔に、ちょっと待って、顔に書いてある。で、顔に書いてある。書いてねえんじゃよ。こういう気の短い方がね、やっちゃうんだよね。私は本当にやってないから怒ってるんです今。やってなかったらこっちだって連絡来てないよな。そうなんだよ、他の警察がね、無線連絡がね、無線連絡があるから。あれ、ちょ、お酒の匂いすんな。酒の匂いか。お酒飲んでないお姉さん。こいつじゃないっすか。俺がね、ちょ、車内検査させてもらってもいいですか。ちょっと、お酒の匂いすんな。お酒の匂いするわ。お酒だから、どっかでお酒飲んだ記憶とかありますか。なんでそんな隠すの。じゃあ、見せてもらってもいいですか。これお前ら人疑いすぎだろ、警察官のくせに。何の、いや、お姉さんね、お酒の匂いがするんだよ。するよね。嘘だろ。え、じゃあ、調べてみるよ。お願いします。あれ、なんだあれ。何、お酒の缶がどこに。これどれどれ、お酒、これ何、これ何ですか。これはストカンやん。まだまだ新しいなこれ。え、ちょっと待って、誰飲んだ。いや、私飲んでない。飲んでるなこれ。私飲んでないよ。飲んでなくない。飲んでんだろこれ。飲んでないって。飲んでないの、なんでこれなんだよこれ。いつ飲んだやつ。大丈夫、知るかよ。お酒の匂いするしこれ。結構前にさ、いやもう前のやつだったらこれ普通乾いてるよねこれ。ほんとちょっと濡れてるよこれ。お前もしかして飲んだんじゃない。お前飲んだんじゃないの。ご無沙汰的な。お前が飲んでても。飲んでるだろ。あ、待って、そうだよ、俺が飲んでたら問題ないから俺だよ。君さっきから言ってることが尻滅裂なんだけど、なんかおかしいぞ。なんか挙動もおかしいし。本当にただ乗ってただけで、なんで俺が手持ちに来なきゃいけないの。うちらはプロだから、目を見ればわかるんだよ。あなたね、やってる目だよ。薬物とかやったことありますか。ないです。持ち物検査させてよ、お兄さん。ちょっとバッグいいかな。でもダメだ。バッグいいかな。なんでそんな怪しいぞ、怪しいぞ、ちょっと。これ誰の。
これは僕のです。一緒に確認してもらってもいいかな。手袋、お前何してんのお前。待って、お前怖いんやけど。これお前確定じゃない、なんかしてたやろ。空き巣とか入ってるわけじゃないよね。カジ違う。大丈夫かな。何これは、なんだ、開けてごらん。これカメラです。盗撮とかしてないよね。してない、してない。やってそうだな。ね、何やそれ、BL 本やん。やりちんビッチ部。ちょこい、お前趣味が読むだけの本。これなんでジュースいっぱい入ってんだよ。これ凶器じゃないのかこれ。ポケットの中も見せてもらっていいかな。まだ何か入ってるな。ちょっと確認するよ。うわ、それはちょっとこれ違うって。これこれは怪しい。な、な、な、お前それ、これピル。これピル。お前が妊娠するわけねえやろ。これピル。ちょっと待て、これ違う。もう一回出せ。本当にこれビタミンのピル。検査しようか。それはちょっと、これちょっと一回薬物検査かけていいかな。全然かけてください。本当に大丈夫かい。そうです、これ自分の体を覚醒するための。覚醒、うちらがもっとヤバい人間に見えるから。これ犯罪集団じゃないのか。犯罪なんてしませんけど、まあこいつはちょっとおかしいですけど、私たちは正常なんで。お姉さんは飲酒運転。いや、だからしてないって。何ですか、なんか色がおかしいな。誰かのおしっことかそういう。そういうやっぱ性癖あるんじゃないのか君は。これは怪しい。こうやってなんか漏れてきた。ちょあ、これは薬物の匂いがする。これはお前やってるな。俺ね、これ今から検査するから。何の検査？誰が検査する？いや、この怪しい薬の検査をさせてもらうから。あんたおしっこ取らんなんて。いやだ、ここまで突き詰める必要ねえやろ。おまわりさんの目は証拠になるんです。堂々って言います。前科はありません。前科あるのかお前。ないない。あるよ。知り合いの人に100件の電話とか夜中に送ったり、暴れ狂ってもう自殺してやるとかいろんなこと言ってきたかもしれない。え、お前でも中学時代放課後してんの。ね、お前それ言ってた。犯罪集団だよやっぱこれ。お前怪しいぞやっぱり。こいつだけ。お姉さんは飲酒運転も。じゃあ私は真面目に生きてきたし。真面目に生きてきたような顔してないんだよ。いや、エフランだけど大卒帰ろって。そっちの女性の方も顔の詐欺じゃないのか。帰ろ。あ、帰ろ。あ、痛い痛い。もう公務執行部会倒すぞお前。あんま手出すなって。逮捕してるよ。ついたこのデブ。これお前よ。これやるかも。あ、やばお前バカやろお前。確保確保確保。ちょっと暴れるから、これちょっと薬物やってるわこれ。薬物。もううるさいから尿検査してもらえよこれ。これこれがどうなったらダメな。これが黄色くなったらあんたやってるからね。はい、じゃあやるよ。やってきて。リュウ大丈夫なこと履修しろ。うわっ、やってんじゃねえかお前。やっぱやってんのお前。ちょっと待って。こいつはこれね、嘘ばっかつきやがってお前。これ何これ何これ。え、陽性ってこと？陽性反応だよ。なんで陽性反応したん？違うって、これ昨日ロラミン C 飲んだから黄色くなっただけ。そんなわけないだろ。だって、いや、そんなわけあるだろ。ドデカミンとか飲んだら次の日黄色になるだろ。これは違法なものをやってないと出ないんだよ。で、真面目に生きてるって。ルイは友を呼ぶって言うでしょ。どちらも同じ友達だと思われるの。君もね、でも疑いは晴れてないからね。君たち全員 YouTuber かい？いや、俺は YouTuber じゃない、ただの介護。やってるじゃん YouTube。やってないよ。 YouTuber かい？あ、俺 YouTuber じゃないし、この人たちとはただのね、知人であって。嘘つくなお前。幻覚見てるぞ。だから幻覚見てる。じゃあダメだ。あの、俺は胃の病気があるから、その胃の薬で陽性出ただけだと思うんだ。そんなわけないんだよ。そうやってこいつ病気やな。本当やな。そうだよ。これは成分に反応するから。だからその胃の成分、ピロリ菌。この前面白わけねえだろ。いや、何言ってんだお前は。あなたね、大宮エバーグリーンっていう病院に行ってちゃんとやってきたんだから。本当かそれ。じゃあマジお前を見せてやろっか。てめえら、お前らこれで信用しないんだったら、お前ら逮捕してやるからな。詩人系逮捕 YouTuber かい。違う、ほんとほら見て、ほらちゃんと胃の、これ病院行ってきたんだから。これ何しこれ。俺の胃の中。ガチのやつ。ほらちゃんとカメラの許可もらって胃の検査してきたんだよ。だからピロリ菌なんだよ。だからその陽性はその薬の間だよ。ピロリ菌じゃ出ねえんだよ。出るから。出ねえんだよ。そういう薬飲んでんだよきっと。お前やっぱり連行だ。ちょっと身体検査させてもらってもいいですか。いいですよ。あんたらほんと大丈夫か。頭、これポケットに入ってるのは何だよ。携帯ですよ。ここなんか入ってない。入ってない。何もないですよ。なんだこのピンクのやつ。パンチじゃないよね。ちょっと待て。なんか紐出てるよ。なんか紐。パンツ脱げ。何しちゃ、誰だこれ。これしかも使用済みだな。お前。一昨日友達のちょっと取ったというか。はあ。取った。盗んだ。盗んだとかじゃなくて普通に入っちゃった。入ってるわけがないだろう。そうだなこれも。え、これ返せよ。これお前、ちょ、お前、過去、過去、大事なやつなの。これ証拠品で預かっておくから、これ怪しいからちょっと脱いでもらってもいいかな、これ。おー、なんもないな。なんもない。パンツの中には隠してないか。あるわけ。パンツの中にも怪しいな。あるわけねえだろうがよ。え、ち
ってかさ、言っとくけど ね最近の警察ってね、もう X のね動画でも出てくるけど、セックス旧 TwitterX のね隠し撮り動画でも出てくるけど、お前たち警察もねやってるよね。イケメンの男の人たちのさね職務質問ってここら辺パン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 さってずっとこの辺触って、どこに行ってもよ、渋谷とかそういう趣味があったとしても、お前のだよお前のはやらねえよ。警察、消防士、自衛隊、結構やべえ性来てんじゃんおめえたち。分かるんだから、そんな俺の性癖を分かるのかなとか、そういうことばっかやってんのか、あんたみたいに変態じゃないんだよ。俺が知ってる警察官だったらな、おむつ大好きなやついたら変態だろ。いたの。いたよ。どんな気持ち悪いな、ほんとおむつ好きそうだな。それお前じゃないだろう。俺はよ、実はそういう性癖あるんだけどよ。あんのか、やっぱり赤ちゃんプレイが好きだよ。あ、一緒に やりなよ一緒にやりなよ。変態仲間か。お姉さんもちょっと言動が怪しいから、ちょっと持ち物検査させてもらっていいですか。はあ、まともだし。じゃあ見てみろ。ちょ、持ち券で何確認いいですか。はい、どうぞ。何も入ってないし、はい、もう俺いいわ、一人で公約行動してるわ。なんかお姉さん財布が2つあるけど、2つも使ってんのかよ、お姉さん。え、1つしかないですよ。なんだ、えこれどっちがお姉さんの。これ男物じゃないのか。お前何、財布も取った。いや、1つしか持ってないって。お前一人で公約行動すんな。前だってしていねんから。中身確認してもらって。お前人の財布も取った。持ってないって。え、どういうこと。え、今人の財布も取ったってこと。え、お前これ誰の。こっちが聞きたいよ。いや、知らないって。でも今お姉さんのさ、バッグの中からこれ出てきてるよね。お前いつまでこうやってんの。俺たちだってやりたいんだけど。俺は盗んだから入ってるんだろう。盗んでないって。誰かが入れるのかんじゃ、ここにこうやって。いや、知らねえって。入れるわけ。お前その財布知らん人の財布な。そうだって。何入ってた。知るかよ。もう他人の財布だな。免許証が違うしな。誰か間違えて入れたんじゃないですか。間違えて入れるはずないし、あなた身につけてるもんでしょ、これバッグは。知るか、ハゲ。いろいろ取り調べしなくちゃダメになってきちゃったな、もう。調べてみる。何も入ってねえし。家にもあるんじゃないか、なんか。何もねえ。ありそうだな。お前ら暇すぎ。ってか警察官って本当に暇だよね。うちらと会話したかったんだね。そういうことか。だから止めたんだ。違法だってしてないのにね。悪いけどさ、もっとさ、かっこよくて可愛い女の子とかイケメンのね警察官にさ逮捕しちゃうぞってやったら全然さ、ひょこんとついてるけど、お前たちみたいな怖い、ね。俺人のこと言える容姿してねえんだから言ってんじゃないぞこの野郎。そうね。でもさ、お前に言われるとムカつくな。いや本当にマジ本当に。喧嘩犯だよ。しかもさ、大体さ、おっさんみたいな警察官の方がさ、ガン詰めてきてさ。確かにビジュアル良いもんこいつら。こんな人のこと言える容姿してないよ。イケメンとか可愛い女の人ってちゃんとうちだって同等の立場で聞いてくれるから、うちだってこうやって声を上げることだってないわけ。あ、そうだよ。あ、確かに。ブスに言われると。そう、正直言わせてもらっていいかい。正直とかじゃなくて、お前はゲのゲ。お前はゲの中だよ。マジで、マジ。電話から出てってる。女の子に言うことじゃないですよ。危ない。バババババババ銃声が聞こえてる。来てろ。レベル低い。何してんのこいつら。レベル低い。昨日のキャバクラの萌えちゃんの方が可愛いよ。おめえらのキャバクラ事情なんて知るか。敵をダウンさせた。やった、ダウンさせたぞ。イエーイ。危ない。空打ち。危ない。この財布誰から取った。手癖悪いの。でもお前それだからやってないって。じゃあなんで入っとったんかって。普通に入ることねえのし。こうやって義務教育向けてないやつがね。あ、義務教育受けたんだよ。お前らどうせ小卒だろ。そう、お兄さん撮影もやめてもらっていいですか。いつまで撮ってんだよ。あなたも関係なくはないからね。なんで一緒にいるんだから。俺一番何もしてない。あなたが一番ヤバいからね。飲酒運転に窃盗。お姉さんね、危ない危ない。何やってんのこいつら。マジこっちも暇じゃないんだよ。お姉さんさっきからね、僕たちのことすごく煽るでしょ。そうやって前の車も煽ったんじゃないの。いや、煽ってないっつってんの。って、あらい。だ、いつまで撮ってんのそっちは。いや、俺荒野行動するだけやって。荒野行動もするな今。一人ダウンさせた。ダウンじゃないよ。ダメだろそんなことやってちゃ。あなたたちの存在がストレスだから、もう俺もう銃で本当撃ち倒してお前らを。新しい情報が入ってきてるぞ。2時間前にこの付近で女子高生が痴漢に遭うっていう事件が起きてるんだよ。2時間前。その犯人なんだけど、女子高生がね後ろ姿を写したっていうことで画像が送られてきてる。どんな人なんですか。何、その何、逃亡した時に写真撮ったんですか、その犯人が。とちょっと待って、これちょっと後ろの方、お前ちょっと待って。お前やった。降りろ、一回降りて。なんか似てね。ちょ、後ろ姿ちょっと似てるな。やった。してねえよ。してんだろ。やるだろお前。送られてきてんだよこっちは。これ逃げてるじゃねえか。あんた服一緒やん。てか2時間前何やってたんだあんた。女子高生でしょ。あれはちょっと言い合いになってどついただけで。俺らと合流する前に。そう、どつかれたんじゃなくて、お前変態なことしただろ。ちょっと俺はそんな女の人にやるような人間じゃない。お前やりそうな顔してるよ。お前もな。同じ匂いするな。同じ匂いがするよ。お前警察官なのに同じ匂いしちゃいかん。
たんだろ。ちょっと一回降りて。降りな。だってやってないもん。ね、お兄ちゃんどうにかしてや。なんで泣くのそんな。嫌だよ。お前いつまで撮ってんだ本当に。さっきからやめろって言ってるだろ。てかあんたこれ絶対動画出すなよ。マジでそういう動画出すのやめてくれる。え、撮って妹が逮捕されるって言うのにカメラ回してるバカいるか。だったらあんたたちが消えればいいだけ。それで済む。お前はもう逮捕されてんだよ。降りろ。いいから降りろ。しかなくなっちゃうぞこれ。ちょっと家宅捜索させてもらってもいいかな。どういうこと。言えなかったこと。当たり前だろう。なんで意味がわかんない。これだけいろんな罪の疑いが出てきて見に行かなきゃいけないだろう。バカじゃないのこいつら。どんだけ暇人なんだよ。犯罪を阻止しなくちゃいけないっていう使命があるんだよこっちも。いいことないな。一旦ね向かおうか。もうちょっとで12月も終わりだというのに。今からパトカー乗ってもらうからお家の方まで案内して。はい、いいね。はい、暴れないようにね。また逃走するなよ女子高生みたいにな。クリスマスは留置所だよ。あーもうやんだ。カメラ映すな。だから何がじゃよ。カメラ映すなって。何映してんだ。よし、家宅捜索開始だ。上がらせてもらってもいいですか。え、何もないし。何もないで。でもお前財布盗んだっていう経歴があるからな。だから盗んでないって勝手に入っとったって言ってんだろ。あの財布もね、誰のだかわからないし。家まで来る必要あります。マジで。まああるんじゃない。ただ女の部屋に入りたいだけ。来たな。こんなブスの家入りてえと思うか。こんなブスの家。いや別にさ、新田真剣佑に言われるのはわかるね、うん、こんなおっさんに言われてもさ、それなマジで何も納得できんよね。汚いし ね。なんでその腹開いてんの。俺か、おめらみたいな悪いやつがよ、いっぱいいるから。いいご飯いっぱい食べてんだよ。お前らなんか隠してんだろ。何も隠してない。何隠してんだ。だから何も隠してないってば。ちょっと調べようか。またな、何それ。ただのパソコン入れたし。これブーツ運んでるもんじゃないだろうな。多分久々に入った若い女の子の家に興奮してるんだわこの警察官。ちょ、これ見てくれ。何。クロミちゃんだ。きっとメンヘラだぞ。性格がね、こういうのは見えてくるからね。いや、メンヘラで何が悪いの。じゃあ逆に怪しいな。何も、まあ、怪しくないよ。なんだこれ。これレゴブロックだよ。あのお花。本当だ。可愛いでしょ。センスいいな。でしょ。キンモ、お前これ作ってる時どんなこと想像すんだい。え、どんなこと想像する。え、いや、ただあの無心になれるのこれ作ってたら。お前やっぱりメンヘラだな。意味がわからない。なんでメンヘラにさせんの。俺おかしいぞ。これ炊飯器の隣に米が置いてある。これは確実に怪しいぞこれ。どういうこと。別に炊飯器置いてない。炊飯器普段使ってねえんじゃねえか。使ってないな。そんな、これ普段から嘘ついてる。手作り料理だっつって。恥ずかしいから。生活感丸見えじゃん。まな板はもう少ししっかり貯金しろ、うん、あ、すいません。こういうところの調味料のところになんか怪しい薬とかあるんじゃないのか。その白い粉なんだ。これか。塩だって。ただのちょっとこれ鑑識回すか。回すか。換気扇の前っていうのがまた怪しいな。怪しいな。ここで炙ってるんじゃないだろうな。炙ってないよ。この台所狭いからお母さんにここに置いたらいいよって言われたの。アルミホイルまであるぞ。何？怪しいぞこれ。怪しいぞこれ。早く出てってください。お前が怪しいことするからだろう。こんな怪しいもいっぱい出てきて早く帰ってくださいじゃねえんだよ。お兄さんこれどう思います。舐めてみればいいじゃないですか。一回鑑識にまず舐めたんじゃダメだよ。俺らも使用になっちゃうから。ちょっとお母さんに電話かけるわ。そろそろマジ切れてきた。お母さんどこで忙しい今。今マジで今忙しい。しなんか警察に捕まって家宅捜査で家に入ってきてアルミホイルと塩が怪しいとか言われてるんですけど、どうせ。なんで警察に捕まった。なんか煽り運転やらスピード違反の気がしたって。ちょマジ今忙しいねんよね。考えとるのあんた。なんでパパにして。逆に早くして。今でいいわ。なんでいいね。ただこっちでお客様待っとるねんよ。たい焼きちょっと一回。前がそんなことするわけないやろ。お母さんが一番よく分かった。ジジ聞いたか今。よそばっかついてる娘さんなんです。誰が言っとるん。誰がおるん。私です。あの警察か何か知りませんけど、うちの娘がそんなことするわけないんで。じゃあなんでバッグから知らない人の財布が出てくるんですか。調べてきたと思うから、ちゃんときちんと調べてください。そして私忙しいの。ちょっと警察。そんなわけのわからんね。今調べてるんです。巻き込まれたくないんだよ今。忙しいやつ。証拠も出てきてるんですよ。証拠も。それただの職員でしょうが。違います。舐めてみたらわかるんじゃないですか。それで使用させるつもりだな。お母さん助け。お母さん助けて。富山県の方に東京行けるわけないやろいね。今までこういうことなかったですか。今まで過去に。この子に限ってっていう親もいっぱいいると思いますけど、本当に前に限ってです。絶対ありません。いや、あるんです。絶対ありません。あるんです。ないです。
私ごめん今生地作っとるねたい焼きのマジにもうお客さんめっちゃ待たせてたい焼きにも入れてないですよねこれをたい焼きにも入れてないですかちゃんと調べろよ警察なら家族ぐるみかこれ組織犯罪だなもうどうすもうどうすればいいもう終わり終わりもう人生終わったはいこいつ手錠かけられとるねんお母さんどうかいねもうほんと勘弁して私だってこうごめんもう切るさよならやばじゃあ娘のことはどうでもいいってことやねうちのお母さん1000万円でたい焼き屋建てたんですよこの粉売って稼いだわけじゃないよだからそう塩だってちょっとお前試してみろねえ多いよしょっぱほらじゃあお兄さんの家もちょっと確認させてもらっていいですかいいですかあいいですよいいですか、はい、お兄さんの家宅捜索始めようか、はい、見せてもらうよ俺の家マジで何もねえぞお母さんから電話来たいえ前大丈夫なの大丈夫じゃないのためにあったあんたがさっき切ったやんかいやちょっとしたいな警察の人ってどんな人に声かけるかって言ったらわけのわからん行動しとる怪しい不審の動きしとる人に声かけてそうやって荷物とかチェックするんよわかるあんたなんかフラフラしとったりするんかいねいやだからただ東京都内を今日ドライブしようっつってヘリウムとお兄ちゃんと私で運転してたらいきなり警察官に止められてあなたは煽り運転プラススピード違反ですみたいな感じで止められて私石川県におる時に前の車乗ったこと何回もあるやろあんたの運転は本当に安全運転やしですよね一番信用できる運転しとったよおかしいなさっき前の車に追尾してフラ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 勘違いしてるんだってちょっと待ってリョウあんたその車乗っとったやろどうやった俺カメラも撮ったからよく集中してなかったし分からんげんでおいこれはあなたの娘さんね気が短いんだよ、はい、いやいやあんたそれ警察のくせに何やその喋り方警察の人ってそんな喋り方せんからこっちはね何時間もねこっち取り調べしてんだよ捜査しとるだけの段階で犯人でも何でもないのにこっちは現任してるんで娘さんが乱暴な運転してるとことそして車の中から缶チューハイの殻が出てきたりとかだからしてないってばもやだじゃあね変な粉が出てきたって言うならまずそれを本当にして変な粉なのかどうなのか確認するそしてアルコールを飲んでるのかって言ったらちゃんとアルコール濃度をちゃんとチェックしてくださいアルコールが長すぎるって息吐いてちゃんと調べとった量見とってんろ調べてないもうお酒の匂いしてるじゃないかよもう泣いとるやんけよ匂いだけで絶対それで捕まえたらダメなのちゃんと調べんねんいやもう陽性反応出たよこいつは友達がね陽性反応出てるんだよ友達が捕まったからって言って舞がそうしたるってわけないやろなんでそれ証拠もないのにそうなるんけヘリブはそういうことするかもしれんけど舞そんなことせんもん俺そんなことしないよヘリブそんなこと言っとったまあまあ俺そんなことしてないですよ泣いとるわ舞うーやだ石川県帰る東京に待ってもいいことないこう警察スマホの人の顔見せて何ですかお母さん大体証拠もまではっきりしてないのに勝手に捕まえてこんな泣かせるってどういうことやもしこれが本当に冤罪でやんで、ね、真っ赤なね勘違いやったらあんたどうやってねこの落とし前つけてくれるんやってもう財布も出てきてんだよこっちはだってお母さんお母さんもしかして誰かに勝手に入れられたかもしれんやろお母さん証拠も一つもないやろヘリウム妹これドッキリなんて、ドッキリでした。タッタラ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 、タッタラ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 さんです。はい、これやってみました。演者です。何の話したの？何の話？これ全部ドッキリ？ドッキリ。はあ？ふざけんなよ。ガチで言ってる。待って、ちょっと意味わからんし教えて。これヘリウムも騙し取ったってこと？いや、要は俺とこの警察官二人仕掛け人でお前らに一日ドッキリかけました。逮捕されたっていう。はあ？ね、すげえ迷惑なんだけどそういうの。一番迷惑したのか誰かわかる？ママです。キリママでしょ。私めっちゃ忙しいのにね、手を止めてお客様の犬をたい焼きも渡せず、わかる？ペッキロドッキリでした。どうしてくれるのにって。私じゃあな。いや、ちょ、お母さん最後になんか一言ないの？いつもの何個か犬だ。すいません、すいません、本当に。え、じゃあ誰これ？演者。初めまして。警察官じゃないの？違うよ。で、普通にこんな鼻開けてる警察官おらへん。じゃあ今日のドライブ Vlog みたいなのなし？そう、あれはドッキリの前置きみたいな感じで、この二人とは俺もう数時間前から落ち合って前置きも取っとったんです。そうごめんだけどさ、今日遊び約束してたのにさ、このためだけに俺ら11時から集まって、今夕方4時5時でしょ。何のための時間？じゃあさよならでございます。は？はいぐれ、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 はいぐれ。もうさ、お前とは二度と会わん。縁切ろうぜ。それな。って感じで、いじけました。
はい、はい、ということで警察に捕まるドッキリでした。マジでありえないんだけど。ただ今日も俺遊んでたけど、ほんと公約行動にハマっとるよ俺。めちゃくちゃ面白いから撮影中にも思わずしてしまうぐらい。嵐のハンドル今回もプレイしたいと思います。いいな。マッチング開始。俺ら大学生の頃公約行動こうやっていっぱいやっとったわけで、今再びハマると大学生時代にハマってた頃思い出してさらにいいよな。授業の休み時間とかやっとった友達と空き駒の時に。え、前もさ、高校生の時石川県すごい雪がやばくって学校に行けんかった時があって、みんなで荒野行動で話しながらやっとった。これ電話もできるからいいよな。そう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 、ボイスチャットしながら。しかもただ電話するだけじゃなくて、みんなで力を合わせてゲームをしながらっていうのが。そうで、明日の授業どうするとか、行く行かんとか、なんかそういうたわいもない話をしたりとか、そうそうそう、明日どこ遊びに行くとか、なんか楽しいよね。電話のついでにゲームをするっていうのもあったよな、うんうんうん、今回田舎におります。ここはだいぶ田舎でございます、ええ、いいねいいねいいね。行くぜ。ほんと5、6年前の荒野行動ってこうやってキャラが喋ったりあんましんないの。うんうんうん。だからそれがいいよね今の荒野行動って。 よし行くぜ。いっぱい拾っとくぜ。応急キット。広い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 。ちょっと待って、アサルトライフルが欲しいんだけど。田舎に意外と敵いたりするんやな。うわびっくりした。ああ、ガラス割れる演出なんてあるんや。なんか銃で撃たれたかと思った。ああ怖い怖い。おい仲間一気に死んどるぞ。ここ意外と掘り出し物があるかもしれない。こういうものって。あ、びっくりした。バカバカ。あ、やべえ、誤射。やった、アサルトライフルあった。やったねー。ここさ、誰も人おらんし、物資も取り放題から最高やん。そう、だから、芋ってこうやって、田舎に舞い降りて、戦闘するのが一番いいやん。さて、向かおうか。マジ人誰もおらんね。マジ誰もおらん。だからこそ、中心地に向かわないといけないんだ。今日は、そういうプレイの仕方をしていきたいと思います。電車動いてるわ。わ、いいね。乗れんのこれ。乗れるでしょ。こうやってジャンプしたら乗れるよ。ぽいって。ほんとだ。あ、でも俺、こういうとこ絶対人来なさそうや。うわ、いいなこれ。え、めっちゃいいよ。てかね、仲間全員俺以外お亡くなりになりました。え、嘘でしょ。そうです。早くない。そう、だからアホな仲間だぜ。俺はこうやって独断で行動するような人間。あ、でも生きてるか2番は。なんか電車が逆方向に動いててくれてたら電車乗っとってんけど、とにかく中心地、ね、内地へと僕は向かっていく。こうやって走ってるだけでもね、こうやって景色が変わっていく、冒険してる感じがあるんですよ。なんかすごいよね、最近アプリでこういうことができるようになったって。だって今までさ、カセットとか買わんなかったわけやん。それいつの時代のこと言ってんの。俺ら小学生の時の。小学生の時とか無料でこのゲームができるって。だからスマホの普及というものは素晴らしいものやね、うん、俺らが子供時代買ったゲーム機よりも、もう映像 iPhone で綺麗やからね、携帯で。そうだって。乗り物あるやん。あ、バイクだ。バイク行こうよ。これでよっしゃ、盗んだバイクで走り出す。あ、いいねいいねいいね。うわ、この俺でもね、田舎ではドラッグスターに乗ってたんですよ。おお、いいじゃん。ラクダは移動が。でも怖い怖い怖い。待って、これ怖い、マジ怖い。待って、あんまりさ、いや大丈夫大丈夫、派手に動きすぎたら撃たれるんですよ。敵いないよ。頑張って。誰も倒さんまま勝つんじゃない。よかったよね、最後までもう隠れまくってさ。あ、それやったことある。優勝するみたいな。あー、もう来とる来とる。もうやだ、ここで殺されたくない。やだ、どこ今来とったの。あ、おる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 。あ、おるおる。バカバカバカ。沈め沈め。どこ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 。くそ、死ね。オーケー、行くぞ。行け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 。待って、頼む。うわ、待って。あー、ねえ、マジかマジかマジか。もう一回やります。あ、そう、2戦目が始まりました。あ、あんなとこおっしゃるやつおる。あ、待って、いや、おるわ、人おるわ。これちょっとちょっとこいつ始末する。頼む、アサルト頼む、ここに全部道具一式やってくれ。あ、足音する。はい、3戦目始まりました。頑張っていきましょう。でもね、この苦しみさえもが楽しいのが M なんですよ、僕は。一回出るか、この火山のところとかめっちゃ人おりそうやん。さて、また単独プレイです。迷惑な話ですよ、パーティーの人たちからしたら。じゃあ、まいちゃんに変わりました。はい、こうやってね、敵が倒せなくてもね、下手くそな人でもこうやって景色を駆け回ってるだけで楽しいんですよ。そうなんですよね。そう、そこがいいところですよね。これ向かってるよね。そうだよ、敵が出てくるかもしれない、ハラハラ感がいいわけですよ、結局。いや、楽しいね。銃声みたいな音が聞こえる。なんか撃ち合いの音が聞こえるよ。撃ち合いの音が聞こえましたよ。さて、このハラハラ感、この隠れながら侵入するこのときめき感、恋のようや。あ、来た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 。さて、敵がいるかもしれない。もうなんか、おー、来た、おっしゃ。あ、
はい、3連敗です。前は2人倒せたのにこういう運の悪い時もあるんですよ。そういうこともありますよね。ゲームには運はつきものです。で、皆さんお亡くなりになった後でもですね、感染してね、あの仲間の戦闘とかも見ることできるんですよ。豊富なボイスチャット機能で友達作れるから、マジででもいいよな、これ。普通にこうやって下手くそがプレイしとったとしてもやよ。そうそうそう、本当にこれで友達を作れると言っても過言ではない。ぼっちはこれでなんとかなる。本当迫力あって友達と盛り上がれて楽しさ満点の声コード、ぜひみんなもプレイしてみてください。詳しくは概要欄チェック、チェックしろ。